ダッシュダッシュダッシュケーキ食ってダッシュなんだその歌はクリスマス仕様でお届けしております。クリスマス仕様で、いや年末楽しみですね皆さんね。二階堂くんですか。めちゃくちゃ楽しみです。つまり自分を責めないで、そん時俺がソリノリ赤服さ何クリスマス仕様、クリスマス仕様お前サンタさんをソリノリ赤服うわーこれはあれだ、これはラムちゃんも怒るわ。こんなラムちゃん怒んのこれ。ああこれはもうさすがにあんまりソリノリ赤服意味わかんねえクリスマス仕様ですね今日はね。いやお前のクリスマスおかしいってどこぞのソリ引き化け物えトナカイは普通じゃない。クリスマス仕様ですね。だから皆さんあのクリスマス要素がちょっと足りてないのかなという、足りてないのかなみんなところを、うん、最後の取り出として、うん、保管していく役割を担います。なるほど。クリスマスっぽい過ごし方って何お前が言う。あのクリスマスにしか出てこない照り焼きのチキン食べながら、うん、テレビを見て、うん、ケーキを食うっていう。なるほどね。一番いい。テカるねって言いながら、ね、テカるけどあれ今年はみんな指テカったかな。そんな聞き方ある。指テカらすためにだってあれ販売してたのに。そうなのあれ。クリスマスの全世界指テカリ水準を上げるためだ。何ですかその水準その1月から12月にかけて、うん、あの著しく低下していく全世界指テカリ水準を、なんだそれが、 V 字回復させるための施策だろ。あれそうなんだ。うわナイパイナイパイ。手足の指先テカテカそれもあすぐ反映されたクリスマス仕様ですから。足もでんでで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 でんでで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 呼吸を止めて1秒そこに赤い服着た化け物いやもうサンタではなくなってるから、ね、サンタの化け物のイメージないもんねみんなねクリスマス仕様ですから。クリスマス仕様でなんでお前イエーイ君が笑えばこの世界中にもっともっと赤服の化け物え絶対に笑わないでいただきたいね。そうなるのクリスマス仕様なんで。クリスマス仕様かそれ本当にな、まあ、クリスマス仕様って言えば許されると思うな赤服の化け物が心深く赤服のモンスター何英語版もモンスターにもなってる。クリスマス仕様なんて。クリスマス仕様ですかそれ一回クリスマス仕様の定義考えてみようかな明日マラソンなので寝る準備します。明日マラソンなの。マラソン、あ、体育の、あ、普通に走るんだ。あ、なるほど。だろうよ普通。あ、なんだそうだろう。そういうことか。お前何してたマラソン大会。何走ってたけど。おお走るんだお前。お俺は走ってたよ。俺はディアゴスティーニのシャチホコのところだけ買ってました。何ですかそれね。何の会それディアゴスティーニ。ディアゴスティーニのシャチホコの部分、金のシャチホコの部分だけ刈り取る鎌を研いでたよ。え名古屋名古屋城の会で。シャチホコの時だけ。だからあまりにも俺がその行動をし続けたため運営からナーフが入りました。なんだそのナーフ。かわいくてごめんいや流行ってるやつ。お前昨日盛大にラーメン食ってたな食べちゃったみんな、うん、顔にある全部の穴からすすってたの。キモお前毛穴系やめて。明日マラソンの方寝たかな確認すんな ねえじゃねえよ